こんにちは、かほです。はい、今私はスイスのツェルマットという、村にいます。はい、でですね、この私の後ろのあるこの雲の中にはマッターホルンがあるんですよ。実は今朝ね、すごい綺麗にとんがったね、山の形が見えていたんですよね。ただちょっとね、暖かくなってきて雲の中に隠れてしまいました。はい、ということでこのツェルマットはマッターホルンの麓にあるとっても素敵な街です。はい、そして今日はですね、この後ツェルマットの街を少し散策して、その後登山鉄道でゴルナーグラードというね、場所に行きます。そこからは、マッターホルンだったりモンテローザがね、すごい綺麗に見えるみたいなので、はい、登山鉄道に乗っていきます。では、今回もスタートです。ツェルマットはイタリアの国境までおよそ10キロと、もうすぐそこはイタリアなんです。標高は1600メートルほどで、日本の上高地と同じくらいです。ツェルマットの街とその周辺はこんな感じです。4000メートルを超える山々に囲まれています。最初はツェルマットの中心部を散策して、その後は点線になっているゴルナーグラート鉄道で終点のゴルナーグラートまで登ります。そしてその後は赤線になっているトレッキングコースを歩いて、宿泊する山岳ホテルまでアクセスします。まずはツェルマットの街を歩きます。ちなみにツェルマットの街の中は自家用車は入ることができません。さらにバスやタクシーはすべてこのような電気自動車なんです。街中ではこんな小さな自動車が物を運んだりタクシーになったりしています。はい、あとはこんな感じで馬車も走ってます。これはね、観光用のものだと思います。はい、そして街の至る所にアウトドアショップがあるので、どれだけお金があっても足りません。はい、ということで財布の紐をキュッと締めながらツェルマットを観光していきたいと思います。はい、ツェルマットの街中を歩いていて、なんかね、日本語が書いたなんかモニュメントがあるなと思ったら、日本の京都、あとは、川口小町、そして妙高高原の3つの都市とこのツェルマットがフレンドシップ関係にあるみたいで、そのモニュメントがね、ここあります。結構ね、やっぱ日本からもツアーがたくさん来てたりするので、まあ、そういう友好関係みたいなのを結んでるのかもしれないです。すごい、ここでこんなモニュメントを見るとは思わなかった。はい、ということでこれが京都との友好記念のレリーフです。大文字と五重の塔が載っています。2つ目のこちらは妙高高原のレリーフですね。最後は富士河口湖町のレリーフ。富士山とマッターホルンの組み合わせがいいですね。はい、今はですね、マッターホルンがすごく綺麗に見られる橋があるみたいなので、ちょっとね、そこに向かって歩いてます。でもツェルマットのね、街中は本当にどこを切り取ってもめちゃくちゃ綺麗で、いや、絵になりますね。ちなみに今向かっている橋は日本人橋と呼ばれています。少し皮肉っぽい名前なのかなと思うんですけど、その橋からは日本人がよく写真を撮っているので日本人橋と呼ばれているそうです。さて、橋に到着しましたよ。マッターホルンが奥に見えてます。ただですね、ちょっと雲がね、かかってしまっていますね。はい、ということでマッターホルンの全容を見ることはできませんでしたが、この後晴れる可能性もあるので、それに期待したいと思います。今の時間は11時半なんですけど、今朝は朝食を食べずにホテルを出たのでお腹ペコペコです。何
煮が食べたいなと思っていたら、良さそうな場所を発見しました。はい、ここはパン屋さんなんですけど、すごく美味しそうなプレッツェルが売っています。はい、ではね、プレッツェル買いましょう。他にもいろんな美味しいものがあるんですけど、今回はね、プレッツェルだけにしましょう。さて、英語での注文、めっちゃ緊張します。 Can I order? Can I get a pretzel? One pretzel? Big, small? Small one.Salt or cheese? Salt. And this chocolate one, yes. はい、ということで購入したプレッツェルとチョコレートを食べたいと思います。はい、それではいただきます。このプレッツェル、もちもちしていてとっても美味しかったです。日本でもプレッツェルを食べたことあるんですけど、格段にこっちの方が美味しい、もう全然別物っていう感じで感動しましたね。プレッツェルの表面には白い粒々がついてるんですけど、これはお塩なんですよ。なので結構ね、塩気の効いたパンですね。はい、そしてチョコレートはこの時は食べずに残しておくことにしました。ということで、とっても美味しい完食タイムでした。それではこの後は黒い点線で表したゴルナーグラート鉄道に乗って終点のゴルナーグラートに向かいます。 1600m のツェルマットから3089m まで一気に上がります。ちなみに今回の旅の移動ではハーフフェアカードというものを使っています。ハーフフェアカードは交通機関の料金が半額になるカードです。120スイスフランで購入することができて、有効期間は1ヶ月間です。スイスでのみ使えます。スイスの鉄道ってね、ほんと目玉が飛び出るくらい高いんですよ。今回のツェルマットからゴルナーグラートの正規料金は往復で110スイスフラン、およそ 15,620円です。40分しかね、電車乗らないんですよ。はい、ということでスイスを長く旅する場合はハーフヘアカードは絶対にね、購入した方がお得なんです。すごい登山電車。はい、ということでゴルナーグラート鉄道に乗車です。進行方向に対して右側の方が景色が綺麗なんですけど、私ね、それ忘れてて左側に座っちゃったんですよ。ただ出発前にそれを思い出して席を移動しました。さあ、電車が動き出しました。ツェルマットの街とはしばしのお別れ。右方向にマッターホルンが見えています。ゴルナーグラート鉄道の開業は1898年、終点のゴルナーグラートは先日訪れたヨングフラウヨッホに次いでヨーロッパ2位の標高の鉄道駅です。見どころは何といっても景色。窓に切り取られた 4000m の山々は美しいです。着いた。ゴルナーグラート、着きました。はい、ゴルナーグラードの駅に到着しました。ここは標高 3089m のね、鉄道駅です。でね、もう電車降りた瞬間も目の前にすごいもう山々が広がってます。はい、ちょっと行ってみましょう。さあ、ゴルナーグラードの駅から180度回れば 4000m を超える山々が出迎えてくれます。
左からモンテローザ、ギスカム、そしてブライトホルン。このブライトホルンは後日登ります。そしてずっと右方向にスライドしていくとマッターホルンです。いやー、こんなものをこんなところに作ってしまうなんて、スイス人はすごいな。ボルナーグラードの駅から少し歩いてきて展望台にやってきました。で、駅からでも景色は綺麗だったんですけど、360度の景色は見られなかったんですよ。ただこの展望台はもう本当に開けていて、視界があって360度めちゃくちゃ景色が綺麗です。じゃあどうぞ。さて、こちらはヨーロッパで3番目に大きいオルナー氷河という氷河です。茶色い部分はモレーンといって、氷河が削った砂や岩が集まったものです。はい、お昼をね少し過ぎちゃったんですけど、ここで遅めのランチをいただきます。 3000m の場所にレストランがあるなんて本当に感激です。メニューも街のレストランとほぼ変わらないです。はい、そしてスイスはラム肉が有名みたいで、私は上から2番目のラム肉のコンフィを注文しました。で、海外のメニューって写真が載ってないんですよね。どんなのが来るんだろうってね、想像して頼むしかないっていう感じです。Thank you. はい、まずはビールがやってきました。そしてこのテラスがね、山が見られてめっちゃいい場所なんですよね。はい、そしてね、パンも運ばれてきました。スイスは多くの場合このパンが無料です。イタリアなんかだとテーブルチャージにパンの料金がね含まれていることが多いです。はい、では絶景のテラスでビールをいただきます。はい、そしてビールをもう一口。お料理がねないのでちょっと手持ち無沙汰で飲んじゃいますね。ということでお料理が来ました。これはラムのコンフィです。トマトがたっぷりです。ポテチでラム肉が見えないんですけど、コンフィとはたっぷりの油で低温で加熱した料理のことです。はい、ではね、このラムのコンフィを付け合わせのトマトと一緒にいただきます。の味付けですごくね美味しいです。ただね、ちょっと周りにお客さんがいてリアクションが取りづらいです。はい、ビールが進みます。ラム肉自体に独特の香りがありますが、それもまた美味しいですね。はい、ラム肉はホロホロに柔らかく調理してあります。外国に行くと野菜を摂取するのに苦労するんですけど、これはトマトがたっぷり添えられていてね、嬉しいです。日
肉料理にポテチが乗ってるって日本ではなかなか見ないアレンジですよね。海外でレストランに入るとこういう新しい経験も含めて楽しいですよね。はい、ポテチのねサクサクっとした食感がアクセントになっていて美味です。ポテチのね塩分があるからビールもね進んじゃいますね。はい、そしてねこんな形のパン食べてみたいと思います。うん、やっぱりね炭水化物最高ですね。美味しい。はい、ということで美味しいご飯と美味しい景色、まるで盆と正月が一緒に来たかのような贅沢な時間でした。ごちそうさまでした。この後はゴルナーグラートからローテンボーデンという駅まで一駅分電車で移動します。そしてリュッフェルベルグまでの一駅分をトレッキングします。この日はリッフェルベルクで山岳ホテルに宿泊します。途中湖があるのですが、ここは運が良ければ逆さマッターホルンが見られる場所です。そしてなんとご飯を食べている間にマッターホルンの雲が晴れてきました。これは逆さマッターホルン期待できるかもしれません。はい、一駅電車に乗って戻ってきてローデンボーデンというね駅に来ました。こっからリッフェルベルグというところまでの一区間歩きます。約1時間のトレッキングです。はい、じゃあねちょっとトレッキングスタートです。さあ、湖が見えてきました。この湖は現地の言葉でリッフェルゼと言います。リッフェルは土地の名前、ゼは湖という意味なので日本語ではリッフェル湖となります。ちょっとねマッターホルンに雲がかかってしまっています。さらにですねこの日は少し風があって水面が揺れているんですよね。これだとなかなか逆さマッターホルンは難しそうです。ということでこの日はマッターホルンの下の部分がちょこっと映っただけで、私が見たかった逆さマッターホルンは見られませんでした。残念。はい、逆さマッターホルンはね悔しいんですけど先へ進みます。しかしまだチャンスはあるんです。今晩泊まるホテルからリッフェル湖までは歩いて1時間ほどです。なので翌朝もう一度来て逆さマッターホルンにトライします。その様子は次回の動画で見ていただきます。はい、リッフェル湖を後にして今日泊まる、山岳ホテルですね目指しています。で、あの道の様子なんですけれども、これね後ろに見えているのがこう私が今歩いてるね道なんですけど、あの登山道っていうよりはハイキングコースっていうね表現が正しいかもしれませんね。すごくねあの整えられてて歩きやすいです。しかもここ2700メートル超えてるね場所なんですよね。そんな場所にねこんな丁寧な道が作られてるってなんかすごいなって感じしますね。楽ちん。
はーい、ヒッフェルベルグの駅とちっちゃな町、町というかホテルかなが見えてきました。あー、それにしてもすごいところにあるな。すごい、山の上に羊って本当にいるんだ。めっちゃすごい勢いで食べてる。はい、ということで、今晩泊まる山の上のホテルに到着しました。今日はですね、朝からツルマットを散策して、で、ボルナーグラードというね、鉄道のね 3000m 超えの駅まで行って、もうこの 4000m 方をね間近で、歩きながらねこう眺めることができて本当に最高の一日でした。はい、で今日泊まるホテルがこれですね。今は標高 2600m くらいのところにいるんですけど、あのホテルがねあるんですよね。なんか日本だと標高 2600m だと山小屋っていう感じなんですけど、すごいなんか山小屋とはなんかちょっと外観が違うから、なんかどんな風になってるかすごい楽しみです。はい、でここにね宿泊する様子は次回の動画で見てもらいたいと思います。はい、ということで今回の動画はこの辺りでおしまいです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。